今日のミッションはチームパフォーマンスです。さあではバッドボールを始めましょう。歌もダンスも驚くほど発展でした。3人が完全に一人のように見えました。わあ、短所を見つけるのが難しいです。勝ちチームを発表します。マグネーズのパフォーマンスは本当にうまかったでした。でもレインズボイスのパフォーマンスがあまりにも驚きましたから、勝つチームはレインボイスです。緊張しないで、自信持って今までやってきたことやれば大丈夫。ファイディ OK、大丈夫、長所を見る、長所、あ、長所を見る、スター性、長所、長所で大丈夫。次の振ったチーム、ステージにどうぞ。僕らのチームワーク、楽しんでいる部分全部 J.I. パークさんに見せれたらいいなと思います。3人でエナジーを高めて舞台で発散できるように頑張っていきたいと思ってます。しっかりとトモヤチームに勝ってみんないい順位が取れるように頑張ってやっていきたいです。3人ともいい評価をもらいたいので自信あります。2つ目のバトルは歌とダンスのバトルだと思います。ケン君のチームの歌と感情表現と智也チームの華やかなパフォーマンスです。ケン君、前回のステージでビリの逆襲を見せたけど、その後どうでしたか？そういった評価をもらえたことはすごく嬉しかったんですけど、逆に次のミッションでもっといい姿を見せないといけないっていうプレッシャーもあって不安な気持ちがたくさんあったんですけど、こうやってこのメンバーたちと今日のこの舞台まで頑張って一生懸命練習してきたので、今日はいい評価をもらえるんじゃないかなと思っています。ション君、はい、勝つ自信がありますか？あります。あ、そうですか。はいどうしてですか？これまでにない努力をしてきて、そしてこの頼れる2人なら必ずこのチームでキューブをゲットできるって確信してます。うん、さあやってみましょう。はい、はい、お願いします。見てても緊張します。緊張してきた、こっちよ。はい、さあチーム紹介してください。甘酸っぱいフェイスと甘い歌声、レッド、ケン、優しい心が世界を救う、ホワイト、セイセイ、爽やかな風に乗せて、爽やかな風に乗せて、笑顔と歌声を届ける、グリーン、そうちゃん、僕たち三色団子ヒーローズです。よろしくお願いします。面白いな。揃ってるね。揃ってるからすごい。あ、チーム紹介のシンクロ感は素晴らしかったです。ありがとうございます。ケン君、
一番大変だったことは何でしたか？一番大変だったことはやっぱりこの曲は歌詞をどれだけ聴いてる人にうまく伝えられるかがキーポイントなので、僕たちはどうやったらいい感情表現を悩んでいてすごく難しかったんですけど、このパフォーマンスに一番期待していることは、見る人の心を奪うことができる表現力です。歌とダンスを通して優れた演技力を見せてほしいです。はぼっか、ねね、祈れることらは다시잠깐만죄송해요그냥한번듣고지나가려고그랬는데안되겠네요이노래를듣고돌아와죄송해요한번더갈게요그앞에인트로가정말중요하잖아그거한마디가이미모든걸다얘기해준다그랬잖아그치돌아와줘돌아와줘지금니네들이어떤감정으로이노래를부르고있는지를전혀알수가없어뭔지하나도모르겠거든그런데심지어불안하기까지뭐음역대도많이차지하는노래가아니고엄청난뭐가필요한게아니잖아그래서이런노래들이훨씬어려워감정을해결못하면무대에서아무것도못보여주거든무대에서아무것도못보여주거든참문제다이거아주큰문제다やっぱりそういう感情表現とか今の一番の大きい課題だと思うので結構混乱する部分がたくさんあったんですけど、実は本当は一番大変でした。でもなゴールがここにあんねんな。下がってんよ。え、けこれをこうなったやん。この状態をこう肩だけこう下げるようにしてる。でここはちょっとフィンってなってね、フィンってこれをパッて戻さないか、今こうなってるから。リーダーとしての悩みが僕が結構ありまして、正直そのくじを引いてそういう人が次は僕の対戦相手っていうことになって、さあおー実は智也といえば弱点がないような、ずっと僕は智也にいろんなことを教わったり、智也にもコーチングいろいろとさせてもらったので、何かを話すときに主体的に自分からこうやってやっこうしようとかまとめるんじゃなくて、人目を気にしちゃう癖があって、その僕がリーダーの役目をまだしっかりと果たせていないので、少しずつでもいいのでなんかリーダーとしての役目をしっかりと果たしてチームの役に なれるようにしたいです。はい。正座。正座。正座してください。何ですか。すいません。はい。なんで遅刻したんですか。僕はメンバーのためにちょっと準備していたものがあって。何ですか。ちょっと待って。何それ。何それ。じゃあこれまずセーターから。ハートがある。待ってね。何それ。これ次そうだ。そうだ。お前間違えた。違う。そうだ。
わあ綺麗。え、すごい。セーターって書いてあるよ。え、セーターって書いてあるよ。ちゃんとみんな名前付きです。すごい。これは俺がそのみんなにその感謝してることとか、あとこれからも頑張っていこうっていう気持ちでそのプレゼントと手紙を準備しました。リーダーとしてはまずそのボーカルだったりダンスでは僕がそうやってみんなに言える立場ではないので、全体が心一つになってチームワークがよりもっと高まるんじゃないかなと思って。かわいい。相手に対してもいい気分を与えられるいい人なんだっていうのを感じさせてくれたので、やっぱり3人で同じものを一つ持ってるっていうのは仲が深まったりすると思うので、すごい良かったなと思います。これでも練習するときはもうこれでやって OK。 チェンチェン、せーの、バレー。ありがとう。頑張ろう。バレー頑張ろう。なるうなるうなるうう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 。まあ俺らずっと今歌に合わせて一人ずつやってたけど、歌ってよりもこれをセリフセリフを言ってみたり、感情がどんどん入ってくると思うから。さあ、おっとけな手抜け意地は널보낸걸후회하고있잖아。なんかおっとけなの時にもうちょっと嘘だね、でかい目をもう思いっきりなんか虎みたいな感じで虎バーって。おっとけな、レッスン中に感情表現がまだできていないっていうフィードバックをたくさんもらったので、どうしたらもっと良くなるんだろうって考えた時に、僕たちが歌うパートで演技をすることでこういう感情で言えばいいんだっていうのがはっきりと分かってくるのではないのかなと思って、演技をすることを提案しました。ミヤネクリコサーニャ、オッケーオッケーオッケー、いこう、よし、よかった、めっちゃよかった。この感情だから歌でもやればいい。そう、僕たちのパフォーマンスの見どころは表現、感情、こういったところが一番見どころなんじゃないかなと思います。僕たちが表現したいものが全部表現できて、舞台を楽しそうにやっていてチームワークが良かったというフィードバックがもらえたら僕は一番幸せかなって思います。やってみましょう。はい、はい、お願いします。おー、ファイティン、レッツゴー。きた、始まった、始まった。
みまみとらそうになって胸たちんかすみたったかけたくどにほっとけなぎぬけいじまのるぼねんごるふえはこいたらのるうらのこだしどやせんざしにおそはじま Give me one more chance きのうれつごとらわネゲの花何が알고있잖아처음부터그알아맞아네가나를좀나자맞아그림이잘아흔들려올라이제는나하나밖에몰라그동안왜이말을못했는지몰라미안해그리고사랑해이그리고사랑해이노래듣고돌아와かっこいい노래듣고돌아와いろんな面で期待以上舞台でした。期待以上舞台でした。ありがとうございます。일단저는춤은별로기대를안했어요그냥정말노래를호소력있게잘불러주길바랬어요왜냐하면이곡이멜로디가발라드같은멜로디이기때문에그렇게하체를많이움직이면서호소력있게부르기가어려워요특히지금이제프로가수가아니다보니까춤을좀희생하더라도노래를호소력있게해주길바랬는데노래를정말호소력있게하면서춤까지거의싱크로감이아주뛰어나게기대도안했던춤까지좋았어요감사합니다멤버도시노토이츠세가렌슈료です皆さんの統一性は最高のレベルでした最高のレベルでした。ありがとうございます。最高でしちゃったか。練習量が感じられるパフォーマンスでした。ありがとうございます。ケン君とセイタ君は歌が期待以上でした単純にメロディーをうまく歌うだけでなくその奥に感情を入れて歌うことが印象的でしたありがとうございますケン君は、本人に얼마큼성장할수있을것같아요
正直自分で言うのもあれなんですけど、僕がミッション前とかによく東京合宿の頃の自分の動画をたまに見るんですけど、その時に本当に自分がなんか踊りをしてんのか歌をしてんのかよくわかんない状態のレベルだったので、なんか自分ってもっとこうやって変われたから、もっと一生懸命に練習をしてやったらもっと自分が想像してる以上に伸びるんじゃないかなと思っています。私もどんどん信じるようになってきました。ありがとうございます。ビリの逆襲はまだまだ続きます。おお、完璧な評価。でも一つだけ残念なところがありました。ああ、노래이퍼포먼스끝부분에아소다이군이한번노래로확실하게뭔가를보여주기를바랬는데아마지막에이렇게노래를폭발시키지못한그거딱하나가너무아쉬웠어요아마지막부분에약간자신있게노래를못부른것같은데혹시왜그랬어요僕が、うん、裏返ってでも思いっきり感情を込めて歌わないといけなかったんですけど、なんか僕が裏返ってしまったら今までのチームの全てなくなってしまうと思って、で少し抑えめに歌ってしまったのが原因だと思います。표현력은많이좋아졌어요、네、정말많이좋아졌기때문에이다음무대에서는좀마음껏노래실력을좀한번보여줬으면좋겠어요はい소노리가이와오도록고도부터이でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次のチーム大丈夫かな。すごい褒められちゃってる。いけるいけるいける。手やす手やすよ。どうしよう、大丈夫かな。信じる信じる、大丈夫。次のチーム、はいはい、お疲れ、お疲れ。チーム紹介してください。はい。セクシーなダンスでみんなを魅了するセクシーランドのプリンス、トモヤ。体はジャイアント、顔はベイビー、ジャイアントベイビープリンス、タイガ。あ、エナジー、あ、エナジー、エナジーあふれるプリンス、ショーン。僕たち3人合わせて世界三大プリンスです。完璧やん。皆さんが歌う曲は101のエナージェティックです。エナージェティックです。
トモヤのチームに僕が期待していることは K-POP の典型的な速くて正確シンクロ感があるパフォーマンスです。そのためにはメンバー同士全ての振り付けを一つ一つ合わせるかが本当に大事ですけど、そんな実感と努力をかけたおかが気になります。あ、そうや、俺あれや、やりたい話があったやん。はい。今11やん、うん、で何やって8、8やってやん、うん、俺はあの上がってほしいねんな、もっと、うん、問題点があるわけやん、一人一人、うん、それを直すためを俺はキボランを練習して、うん、ルーティンを作った方がいいかなと思って、うん、それを俺は決めたいなって思って、うん、そういうのをやろう、うん、もっと伸ばさないか。あれ、そう基礎ができてたらどんな曲でもできると思うし、いい舞台作るためでもあるし、こうやりました。面白いやろ、うん、すごい、やるべきやわ、これは大事。初心に戻ってまた一から基礎をやるっていうのはすごい自分の役に立ってるなって思ってるので、何が足りないかなっていうのも明確になりつつあるし、毎日充実した一日過ごせてるなって思います。こんな感じです、バイバイ。ね、やぼか、ね、ないもん中すんおくそ、You make me feel so high, I'm so crazy, I'm feeling so energetic. Kogi도 맞춰야 되더라. 뚠뚠 여기 있지 여기. 딴딴. 이게 누가 한 명 빨랐거든. 어. 거기 박자 좀 잘 맞추고. 해봐. 5, 6, 7, 8. 우, 따따, 빨라. 빨라. 우, 이렇게. 따라, 따, 여기서 빨라. 아, 네. 애들이랑 속도 맞춰서 천천히 가다가 가, 네 거 가. 아, 다시 해봐. 가. 여기가 계속 밀려요, 선생님, 리듬이. 제가 나오면서 자꾸 밀리는 것 같아요. I don't know why. 또 늦었어. 모르게. 자, 쌉. 다시 해. 감사합니다. 야, 니네들 이러면 안 돼. 誰か一人でも合わないとチーム全体がこう合ってないように見えて、一つの動きとして合わせるのがすごく難しかったので、これもちょっとちょろっこ、 I don't know why I don't know why。 このままやってって舞台に立てるかなっていう不安はありました。俺はもう全部あら、근데이게시간이걸려도너네가계속이렇게좀이렇게잘하게이쁘게만들어가야돼그러니까좀노력하라이말이지돌려놓고다시돌려세울자신이없어하지만 Give me one more chance 이노래를듣고돌아봐3人でチームワークを感じました。とても揃えるのもすごい揃ってたし、こう自分たちの足りない部分をしっかりやってるイメージが強かったので、やばいなっていうのは焦りっていうのも感じました。うん、今でも振り返ったらなんか、お、あんちゃん？いや、マジマジ、うん、実際追いつけてなかったのかな。いるキャマンで、ね、僕のためにこう時間を割いてくれて、リーダーのトモヤ君とかタイガ君にもやっぱり迷惑かけたなって思ってます。本当に申し訳ない。ごめん。もう一回もう一回。時間早いよな。まだ全然できてない部分多いから、うん、大丈夫なのかなっていう状態。あの今頑張ってるんやけど、毎日絶対いけるって思いながら負けずに練習してきて、うん、だからこそ最後も負けずにデビューしたいから、うん、最後って思ってやってるかな。
気持ちはまあ俺もショーンと一緒、ラストラストチャンス、うん、最後じゃないかもしれないけど本当に気持ちはね、気持ちがそれぐらいあるっていうことかな、欠けてるものがあるっていうか、うん、今日は必死についていくんよ。俺らはまあ3人とも絶対にここでデビューするってい う, こう目標があるけん、後悔残らんように頑張る。俺は毎日を一日一日大切にして頑張るっていうのが目標かもしれん。でやったら多分結果ついてくるけ ん, なんか信じてそのまま頑張っていこうって感じで。そうやね、前も勝ちたい、うん、頑張ろう。よっよっえっマジ本気ね。じゃあ、うん、あのシャワーするって思って、ワクワクしてきた。えい、ショーン足が伸びとうからこうなるかな、うん、これファーシセエイワンシセこれもうこうやなくて、こう来たら、うん、タッタッタッパーフーハッフーって感じ。もう一回トモヤ君は常にこう同じ立場で同じ目線で考えてくれてる気がして、リーダーがトモヤなのでよかったなって思ってて、それに応えようとショーも僕も歯を食いしばって頑張りたいと思います。じゃあ終わったもう一回やる、もう一回やる。今日はもう出し切った。タイガ大丈夫、死んでしまう。きつかった。Yeah. 頑張るぞって感じで毎日を大切にして頑張ったので、いける。もうちょっと綺麗に持ち上げて、せーの、個人ミッションよりも成長した姿を3人とも見せて、絶対に勝って3人ともキューブもらえたらいいなって思います。二人のことを信じて、僕も自分自身信じて、1万%の自信でいきます。頑張れ。息吸って、エナジーくれ。せーの、エナジー、エナジー。いいよ、パーティー、楽しんで。よ、느껴지는 이 순간 속에 뜨거운 공기 온몸에 정유리와 이제 너와 내가 선을 스토리 이제 너와 내가 선을 스토리 I don't know why 나도 모르게 또 빠져들어가 숨 막히게 baby I don't know why 지금 이 순간 멈출 수 없는 기분 Oh no 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 Make me feel so high 미치겠어 날 멈출 순 없어 You make me feel so high I'm so crazy 너가 나를 본 순간 막 그려져 날 당겨줘 Baby I'm feeling so energetic
くすがんかじのるちこじけさらじじけはすんがねちゃくやくそくてんあにゃいせんばれんねげ baby けてみ how to feel 1,2,3,4 よぺたのんぐりこすりょうちょうえまいおしのおまえちきぬけるマイクでろなちゃちゅぎょうじょう yeah のるふみやこぴーさんへこっちょんのぼろちはえもるはるかりはならぬそしこがめんどるこわのはないぴか まずメンバー3人とも自分の足りないところを補ったのが見えました。ダンスは振り付けの動きとその動きの奥に込めているフィーリングが合わさったものです。今日智也君は2つが全部良かったです。良かったです。ありがとうございます。スター性に頼らずに正確に動き一つ一つを知ったことが本当に良かったです。ありがとうございます、うん、ショーン君はこんな K-POP ダンスのスピード正確さがいつも足りなかったです。でもそういうところがとても良くなりました。とても良くなりました。ありがとうございます。タイガー君もいつも体が重そうに見えることが良くなりました。ありがとうございます。でもこのパフォーマンスで何よりも大事ことは統一性でした。メンバーそれぞれの足りないところは良くなりましたけど、
統一性が残念でした。残念でした、중간에토모야군이애드립할때둘이락킹동작을하는데둘이너무안맞았어요너무안맞았어요그장면이아이무대의단점을다좀드러낸가장아쉬운게다집약된부분이었던것같아요101이이공연을할때보면그멤버끼리의통일성이정말놀랍거든요정말속도각도회전하는타이밍멈추는타이밍이런것들이놀라운데그거에비해서물론아직데뷔안한연습생신분이지만아좀아쉬웠어요예今は下手じゃないことを目標しないで上手になることを目標してください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。舞台にどうぞ。はい、はい、緊張感もちょっと伝わる。勝ったチームの発表です。その今回のチームミッションしっかりと勝ってチームメンバーにキューブをこうやってゲットさせたいし、3人ともが絶対に気持ちが強い分勝ちたいって思ってます。両チームともいいところと足りないところを見せましたけど、いいところがもっと大きかったチームを選びました。勝ちチームは ピアローズです。 ピアローズです。 聞いてください。頑張って練習したのにって思いがあったんですけど、でもリーダーとしてやっぱチームワークが悪いのは本当にリーダーのせいだと思うので、やっぱちょっと難しいなって思いました。아쉬운점은분명히있었지만두멤버의노래가기대이상이었고또춤을별로기대하지않았는데춤의통일성이의외로놀라웠어요프린스팀은개개인의성장은보였으나그게팀의성장으로연결되지못한게좀아쉬웠어요次のラウンドはもっと素晴らしいステージを見せてください。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。よかった、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 よかった。大丈夫、大丈夫、頑張った。なるほどな。ごめん。俺も悔しいよ。大丈夫、大丈夫。ごめん。얘가이정도같아요여기해도되고사실은사실 실력으로는오늘나가너무잘했어개인역량으로보자면오늘약간못한것같아너무잘했어아정말잘하더라고예예완전히그냥차원이달랐어나어順位で見るともっと上に行きたいっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ全員本気でやってるから本当にどこが1位でもおかしくないぐらい全部うまかったかなと思います。本当にもう絶対にキューブをもらえるんじゃないかなっていう信じていた部分もあるし、第一ミッションみたいに第二ミッションも成果がしっかりと出てくれたら嬉しいです。今日の個人の順位を発表します。順位を発表します。1位はおめでとうございます、ハロ君です。ハロ君です。どうでしたか。こう自分がこうやって1位になるっていう、こう考えが全くなかったので感謝するんですけど、しっかり次の舞台でも今回の舞台よりもっといいステージ姿を見せれるようにまた頑張りたいなって思います。今日のパフォーマンスは僕が必ずレインに見せます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。2位は僕に切ってください。ともやくん、ともやくん、おめでとうございます。ありがとうございます。3位は僕に聞いてください、ゆういくん。おめでとうございます。ありがとうございます。3位よりももうちょっと低いかなと個人的には思ってたので、3位で呼ばれた時は本当にびっくりしました。4位はゆくん。ありがとうございます。5位はけんくん。ありがとうございます。6位はせいた。ありがとうございます。7位は僕に切ってください、ゆきぐ。僕に切ってください、ゆきぐ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。8位はエイジ。
ありがとうございます。9位は初代。ありがとうございます。12位は避けたいなっていうのは本当に思うんですけれども、この前みたいな結果にはしたくないっていう気持ちが一番強いです。前回12位を取ってしまって、ちょっと今すごい不安と心配という部分になっている感じです。10位は、10位はミラク。ミラク、11位はタイガー、はい、12位はション、はい、今日は正直ダメだったと言える人はいませんでした。だから次のラウンドはもっと発展した姿を見せてください。はい、はい、本当に悔しくてたまんないんですけど、この結果をちゃんと受け止めて二人よりも頑張ろうと思います。DD プロジェクト2芸能体育大会を始めたいと思います。サプライズゲストをお会いすることができない方です。